さあ、ということで始まりました今日の企画、はい、まあ、なんでこんなこう上座に座らせて、はい、僕が今こんな端に追いやられてるかと言いますと、はいはい、まあ、今日は主役はあなたです。はい、あの来週の木曜日にカレー大食いチャレンジしてもらいますね。あ、はいはいはい、それの今日はリハです。あの3キロでしたっけ。そう、2.4 と3キロ2つあって、はい、もちろんね、そんな 2.4 なんて中途半端じゃなくて、3キロ中途半端って結構だと思うんですけど、3キロ 2.4 だったら食べきれたら5000円だっけ、はい、5000円。あ、5000円で、これ 600g プラスするだけで1万円ですよ。ね、1万円取るでしょ、はい、1万円間違いなく、はい、ということで今日はそのリハを行っていただきます。ほうほう、はい、でまあね、いきなり3キロはきついでしょ。そうということで、まあ、それプラス600食えばゴールできちゃうよってことで、はい、ちゃんと測ってあるんで、はい、カレー用意させてもらいました、はい、でロミヒー君がね手作りで作ってくれたんですよ。ありがとうございます。でスプーンもそこにちょっとね、はい、お玉みたいなのがあるんで、っけはい、はい、これでちょっとすくって深さを見せてもらえますか。あの、いや、こっちのライスの方、はい、こんな感じになってますね。すごい浅いとこすくってどうすんだ、ここだろ、ここ。あっ、ほんとね。さあ、ということでいってもらいましょう、はい、はいはい、あれがですね、タイムがありましたね、30分ですね、はい、とりあえずこれは撮影で行くんですけど、僕はちょっと当日行けなくて、いきまーす。位置について、はい、準備はいいかい？はい、よーい。いただきます。めっちゃうまい。おいしい。はい、ロミヒーの手作りだからね、うん、愛があるよ、愛が。これタイムラプスでいいかなと思う。3キロいけんじゃん、余裕で。いや、3キロきついかもしれないですよ。だって俺がこれいけんだよ。いや、それの10倍ぐらいありますよ。じゃあ、そのエスペランサのカレーがここまでみずみずしいかはわからない。うん、まあ、でも無言が一番正しいのかもしれない、この状況。逆にあと20分しかないのか。10分でもうだって3分の2いったでしょ。3分の2まだまだまだ、これでようやく半分にいくかいかないか。半分以上いったでしょ。あ、じゃあルーを減らしすぎたんだよ。ピューがルー持ってくれる。はい、食べました。完食。はい。おかわりしていい？はい、よ。まだ来るんだ。ようくん。はいはい。実はね、朗報があります。はい。ご飯おかわりできます。いやない。え？いつもおかわりするじゃん。いつもはそのぐらいの量だったら。マジでこんないったの？すごい。すごいよね。胃袋宇宙ですか？もうこれ食い終わったらあのセリフ言っていいよ。俺の胃袋宇宙だ。草薙剛の。フードファイターの。ああ、ありましたね。何でしたっけ。フードファイターですよ、フードファイター。どうですか。じゃ、多分血糖値が上がってむっちゃやばいかも。やっぱなんか何も食わずに行くとあれなんか、ね、急激にね、急激が違うから。確かにスパーリングしないでいきなり試合みたいなもんだよね。カメラを止めるのに、スプーンを止めるのに。あ、まだ全然、あと8分51秒。いけるいける。もうちょい頑張ります。頑張れそうですか。まあ、正直、
これいけないと本番もきついかなっていうところあります。うん、そうですね。まあコンディション作りもありますけど、まあでも何があれって一番悲しむのはロミヒですよね。そうですね。タイムオーバーはタイムオーバー狙ってますよね。タイムオーバーじゃなくて、はい、詰めたら吐く。あ、もう吐いちゃってもいいのよ。要はその時間内で胃の中に入れて、で後で戻すのはもう賞金もらってからお疲れ様でしたっつって店に外出て、わーっていうのはもうしょうがないと思います。それレベルじゃん。あの口に入れた瞬間吐くレベルです今。本当ですか？マジで。はい。はい、あと1分。はい。45秒。あ、もう30分タイムアウト。を狙ってんのよ。狙ってるわけじゃない。入らない。楽しみっすとかでコンディション作ってきたのかと思いきや。あと1分、あと1分。あ、いけるいける、あと1分。いけるいけるいける。いっちゃ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 い。もう。うわ、マジだ。何ですか？いや、もうカウントダウン始まってる。もう、いや、あ、わかった。エンターテイナーだね、ヒューくん。そこからバーンっていくパターンでしょ。で、ラスト30言うからね。ラスト30言う。はい、5秒前。3、2、1。I go! Let's go! タンタンタラタタ追い上げラストスパートヒューガのラストスパートタラタタタンタンタラタタタタタタタ20秒おっとこれは10秒前まで引っ張るつもりか、そこで一気にこれを平らげるつもりなのか、さあ迫ってきたぞ、はい10秒前 Let's go! 加速して加速して、え飲むの、うわあうわがっかりだわ。あれタイムオーバーしてから食べ始めた。あ、ちょっと時間を置いて回復したんですか。ちょっとだけ。すごいね。多分ね、2キロぐらいは食べてますよ、ひろくん。ただまあ来週はこんな感じですよっていうところですね。はい。声が。吐くぞ。なんか。さっきより太ってんの。さっきより顔丸くなってるよね。